松坂市長記者会見が開かれました合唱の町松坂キャンペーンが開始されることや地域のイベントなどに AED の貸し出しを始めるなど4項目を発表しました合唱の町松坂キャンペーンでは主に2つの事業があります一つは合唱の町松坂スタンプラリーです松坂市内の観光スポットをめぐりスタンプを2つ以上集め アンケートに協力してもらった方には、全員にプレゼントがあります。合わせて、抽選プレゼント企画もあります。もう一つは、プチリッチで松坂牛です。期間中。 市内の飲食店などと協力し、えー、松坂府市を手軽に味わえる新メニューを用意します。今年、あのー、ですね。月月のの1月豪商の街松坂キャンペーンの期間は10月1日から11月30日までです。始めまして、これで、で今年はですね、すべて、えー、新商品を提供をいただくと。あのー、今までの一緒のではもうおはじゃなくて。 新しい新商品にしてくださいねというふうなお約束のもとで新商品をすべて提供をいただくというふうなことにいたしました続いて多くの市民が参加するイベントに松阪市が AED を貸し出すことを発表しました AED とは自動対外式除細動機のこと、まあ、で,で,です、ね 心肺停止状態に陥ったときに早期に救命措置ができることでイベント開催の安心・安全につながります貸し出しは9月2日から行われます 貸し出し料金は無料で主に市民を対象とした市内で開催されるイベントを主催する団体が対象ですこのほかにも地域開放型図書館を飯高館内の3校でスタート松阪競輪場でバンクリーグ2019の開催について発表しましたなお記者会見の発言用紙は後日松阪市ホームページの市長の部屋に掲載します